ヒロム君にインタビューさせてもらうんですけど、ヒロム君は今何歳ですか？11です。11歳、はい。ラジコンは始めてどれぐらいになりますか？あんまり覚えてないけど、1年半ぐらい。お、じゃあ私より先輩です。1年半もやってんのか？でも同じぐらいだと思う。あら、うん、同じぐらい同じぐらい。じゃあ今回初参加ってことなんですけど、はい、めちゃめちゃ緊張した。めちゃめちゃ緊張した。はい、なんで今回出ることになったんですか？なんか大会出てみたいなと思って、なんかこう調べてみた、調べてみたりして、出て出たくなって、あと表彰台に乗りたいなって。あ、いい夢、ね、いい目標だ。ボディとかかっこいいじゃないですか。ボディとかかっこいいじゃないですか。ボディとか、あ、自分で作りました。お、なんか自分で作った。なんかこだわりある？こだわり、こだわりはまあ色分けと、はい、あとカーボンかな。カーボンぐらい。カーボンかな。はい。あ、ここはちょっとダメ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 。ここは汚いから。こだわりで。はい、このホイールもこだわってる。あ、ホイールはなんかエグイップ。キラ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 の。エグイップな。エグイップなんて随分渋いね。これめちゃくちゃ俺の世代のホイールだからね。はい。42歳世代のホイールエクイプだからね、はい、うん、これ俺の世代だよ。渋いの好きだから。あ、うん、渋いのが好きなのか。なんか、なるほど。一緒。え、花の場合ちょっとババ臭いのが好きなんじゃないですか。なんか一緒じゃないですか。ちょっと違うんだよな。一緒なんですよ。一緒ですか。渋いのかっこいいよね。はい、はい、大会に出てみてどうでしたか？なんかすごい緊張したけど、はい、めちゃめちゃ緊張したけど、走れてよかった。あ、頑張れ。じゃあ力出せ切れた。はい。あ、よかったよかったよかった。あ、でも最初バッテリーが切れて止まってたけど。あ、そうだ。でも決勝いけた。どう、じゃあ次回もじゃあ参加したいと思う？はい、次回絶対。あ、じゃあぜひ、はい、はい、じゃあ次回、まあ、まだね結果出てないんでね、順位の方がどうなるか分かんないんですけど、はい、じゃあ次回も頑張ってくれるというそうなんで、じゃあ頑張ってください。はい。おめでとう。今決勝終わって、もう今本当の直後ですぐに、はい、はい、今捕まえてインタビューしてます。はい、あゆみきさん、なんかご質問は？緊張しないコツ。緊張しないコツ。緊張しますか？緊張めっちゃします。あ、めっちゃしますか？なんか甘いもの食べます。甘いもの食べる。チョコレート。あー、お、いいよ、いい、なんかすごいいい、なんかおもともっぽいような、いい、いい回答、いい回答、いいですね。参考になる。緊張どうだった？緊張した？緊張し、まあ少ししました。あとコース的にどう？結構こういう、結構なんていうかな、こうテクニカルの方が好きとか、なんかそういう系？こういうコースの方が得意です。あー、こうアクセル合わし込みのブリブリ系ね。はいはい、あー、なるほどね。はい、スピードコースはあんまり得意じゃないです。あー、バビューンの方ね。はい、バビューンの方。はいはいはい、なるほどね。いや、でも今日は、エキスパートクラス優勝おめでとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。エキスパートクラス、今回優勝は、コタロー！イエーイ！まあね、俺はね、俺はもう昨日の練習の段階でコタローが優勝するって目つけてましたよ。うん、つけてました。はい。車を自分でいじってるって聞いたんですけど、なんか、教えてもらってもいいですか？どんな車を使ってるのか。はい、僕が使っている車は、こちらの、YD2 の RR です。あ、何？何？もう一回、もう一回、強調した方がいいんじゃないか？車の車種の何？どこのメーカーの車だっけ？ヨコモです。で、これは、マカチンさんに RDX と交換していただいた車です。なるほど。車どうですか？調子いいですか？あ、はい、バッチリです。バッチリでしたか。はい、これからもっと煮詰めていきたいと思います。いいですね。はい。で、ミスさん、なんか小太郎さんに何か聞きたいこと？聞きたいこと？はい。緊張しないコツを今聞いてるんですけど、いろんな人に、はい、教えてください。ラジコンを思いっきり楽しむことです。おお、カメラ回ってる。
っていいこと言うな、お前な、マジでな、うん、おお、楽しんでれば緊張しません。あ、楽しんでないから緊張したんじゃないですか。ちょっとやばいです。やばい、あ、もうバレちゃいましたね、今のでね、バレちゃいましたよ、今。なるほど。じゃあ、優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。